大学で講演するミレティッチ・パッド・ミレティッチはアメリカ合衆国の男性総合格闘家アイオワ州ダベンポート出身ミレティッチマーシャルアーツセンター主催元 UFC 世界ウェルター級王者 UFC 殿堂入り初代 UFC 世界ウェルター級王者に輝き4度の王座防衛に成功するなど初期の UFC 中量級において大きな活躍を見せ 2014年には UFC 殿堂入りを果たしている。優秀な指導者としても知られ、現役時代より自ら主催するミレティッチ、マーシャルアーツセンターでは元 UFC 世界ウェルター級王者のマット・ヒューズを筆頭に、元 UFC 世界ライト級王者のジェンス・パルバー、元 UFC 世界ウェルター級王者のロビー・ローラー、元 UFC 世界ヘビー級王者のティム・シルビアなど、 数多くの選手を育成した、クロアチア人の両親の間に生まれる。6歳からレスリングを始め、高校時代の寮生活では、マークケアと同室だった。高校卒業後、短大に進学して、レスリングを続けるも病に倒れた母親を看病するために短大を中退し、母親の医療費を稼ぐためプロの格闘家に転校した。1995年10月28日、 アメリカ指導官主催のバトル・オブ・ザ・マスターズで総合格闘技デビュー。優勝を飾り、以後、当時トーナメントが主流だったアメリカのローカル大会では優勝を総なめにした。1998年3月13日、UFC 初参戦となった UFC16 で行われたライト級トーナメントでタウンセンド、ソーン・ダース、クリス・ブレナンを破り優勝を果たした。 1998年10月16日、UFC ブラジルの初代 UFC 世界ライト級王座決定戦で、マイキー・バーネットと対戦し、2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。UFC 王座獲得後も並行して、ローカル大会に出場。シュートの中尾岡太郎やペレ、田村清氏に敗退するなど取りこぼしが目だったが、UFC のタイトル戦では、 マイキー・バーネットやアンドレ・ペデネイラスなどの選手を知りけて防衛を重ねた。2000年12月16日の UFC29 では山本健一にフロントチョークで勝利するが続く2001年5月4日の UFC31 でカーロス・ニュートンに敗れて王座から陥落した。2002年3月22日 UFC36 でマット・リンドランドと対戦し、 TKO 負け。2006年に旗揚げしたアイファルではシルバーバックスのコーチを務め、2006年9月23日、アイファルにて4年半ぶりに試合を行い、ヘンゾグレーシーにフロントチョークで一本負け。2008年12月11日、2年ぶりに復帰し、アドレナリン MMA のメインイベントでトーマスデニーにご勝利を収めた。ありがとうございます。